こんにちは、チーフの三浦です。3月28日、本日のフロンティア TV を始めます。高橋みなみさんの卒業コンサートに前田敦子さんが登場したということでですね、もう登場しない方がサプライズじゃないかっていうくらい、いろんなところに出てきますね。あ、すみません。それ、本日新着賃貸物件3件入ってますので、そちらも紹介させていただきます。はい、ツイートのところにもありますね。3月28日新西原 1K 3万1000円ルミネス富士吉田という 1K の物件、富士吉田下吉田には、では 2LDK 6万1000円こちらがですね、去年できたばかりの新築物件が空き予定で出ましたね。1回入ってるので新築ではないです。3月28日もう1件入ってます。見てみましょう。ミルトノイメゾンという物件、こちらがですね1回空き予定が出たということでね、前にも紹介させてもらいましたけども、2階のこちら 2LDK タイプも出ました。空き予定出ましたね。ちょっと先です。5月中旬からになりますけれども、こちらの 2LDK タイプ全部入ってるんでですね、中見ることができませんが、動画写真等があるのでですね、こちらを参考にしていただければと思います。はい、では本日のフロンティア TV を終了します。ご視聴ありがとうございました。